はい、シビックテックオンラインアカデミー第15回始めたいと思います。コードフォージャパンの関です。よろしくお願いします。パチパチパチ、はい。で、今日はですね、京都府から東さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、東さん、先にちょっと簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいですか。はい、スライドの中にあるけど、はい、それありますか。簡単に、はい、はい、京都府の東です。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。京都からと思ったんですが、実はここ東京でして、急遽東京出張になったので、関さんと、はい、物の数十センチのところで遠隔実況をやってますが、そうですね、実は隣で。隣でやってるっていう、まあそれはいいとして、今日はオープンデータと可視化ということで、私が京都府の中でやってる話、京都以外のところでもやってる話を、まあ、実例踏まえてご紹介することで、皆さんも可視化楽しんでいただけるといいなと思って、参加させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パチパチ。じゃあ、早速ですけれども、東さんの方からですね、簡単に、今日の、テーマ、オープンデータと可視化と、というテーマでプレゼンテーションしていただいて、その後みんなで質問の方をしていきたいなというふうに思います。では早速よろしくお願いいたします。はい、じゃあ画面を共有しますね。はい、じゃあ改めましてよろしくお願いします。はい、で今日はまあ、オープンデータと可視化ということで、後でちょっとご説明ある時間がいればいいですけれども表紙に出してるちょっと熊のシルエットでなんか文字がいくつか並んでるやつは京都府の熊の目撃情報、これ10年分のデータのうち目撃時の状況をですねテキストで皆さん打って報告いただいているので、まあそれを集計してですね、まあ何が一番言われているのかっていうのを可視化した例です。これでまあ熊とか目撃は別にして、柿の木、どうも熊は柿がすごいお好きらしくてですね、たくさん食べてんだなとか、皆さんどういったとこ着目をして、報告してるかっていうのを、まあ、口で言うよりもこうパッと見せたらいいねっていうのが可視化だと思いますけども、それをオープンデータである、まあ、京都府の熊の目撃情報を使ったら、まあ、こういうことができますよっていうのを、今日お話したいのは、まあ、これに全て尽きてるって言ったらおしまいなのですが、なんでこういったことをするようになったかっていうことを少し、まあ、アカデミーということなので、説明チックなこともありますけれども、ちょっとご紹介できればと思います。で、私自身はですね、今京都府に勤めていますけれども、大学卒業してから東京で民間会社で5年ほど、ここにちょっと書いてます、投資家向け広報ですね、投資家の人に、まあ、経営の数字を教えたりとか、まあ、ディスカッションするとか、まあ、業界のトレンドみたいなのをお互い、まあ、広報なので社外の人から言われた話も社内に伝えるとかですね、まあ、そういったことをしてましたけれども、まあ長男ですね、今男の子2人いますが、上の子が生まれるときにちょっと考えるとこがあって、まあ、東京じゃなくて京都に住もうと決めて、前の会社では京都に住めないので、京都の本社の会社を探して、まあ、結果的にご縁があって地方公務員である、まあ、京都府庁に勤めることになりました。で、その後、まあ、公務員ですので、まあ、いろんなキャリアがあるんですけれども、私の場合は広報とか秘書とか防災とかで、霞が関に1年出向した後に、今は情報政策ですけれども、それが属している政策企画部というところに今います。で、また表紙にちょっとありますけれども、京都府の職員でもあり、2017年度からは京都大学の公共政策大学院で地方行政実務という、まあ、地方行政の現場でどういったことがなされているかということを、公共政策の大学院生、1学年40人ぐらいですけれども、に対して、授業を、今年で3年目になりました。シビックテックとのお付き合いという意味では、ちょっと政策企画部に配属になってからこの世界に、来るようになったんですけれども、京都大阪なら、まあ、関西の、まあ、関西で結構鉄道も結構つながったりとかするのと、人の行き来がやっぱあるので、京都だけではなくてですね、大阪とか奈良にもお邪魔しています。で、私ですね、
今日みたいな話をすると IT の人ですかってよく聞かれるんですけど、私のアイデンティティはこれです。まあ、生まれは京都ではないんですが、ちょうど今日ですね、7月31日まで7月いっぱい京都で開催されている祇園祭りに、はい、京都府庁に転職してからずっとお手伝いをしていて、赤丸でちょっと入ってますが、まあ、33期もありますけれども、そのうちの北観音山という7月24日の後祭りの方に巡行に参加している、歴史は650年ぐらいあるそうですけれども、このすごく豪華な、まあ、これ山なんですけれども、それを引っ張るメンバーの一人として参加をさせていただいてて、今年はちょうど祇園祭り1150年っていう、まあ、なんか節目の年ですね、まあ、令和元年でもあり、まあ、1150年の節目ということで、非常にみんなと、なかなか暑くてしんどい面もあるんですけれども、やっぱり京都の、まあ、伝統文化でもあり、まあ、今もまさにまあ進行形で文化を作っているともに、まあ、公務員だからこそかもしれませんけれども、なんかそういう京都に住んでいて、京都のまあ神髄というか、京都がなんで京都なのかみたいなことを考えられるものに実際に参加する。うんうん、いいなあれなんですね、こういうお祭りとか神事とかですね、参加して経験できるものっていうのを私すごく好きでして、うん、そういったものが京都にたくさんあるなというのを見通してもう13年目ですけども、すごく感じてるところです。まあ皆さんもまた来年も1151年目の祇園祭りですのでまあ暑い中ですが、よろしければお越しください。で、今日お話しすることは先ほどの表紙にあったことでもありますが、オープンデータと可視化で、まあ、言葉でってしてまえば簡単なんですけれども、それについてお話しする際に理解として2つあると思っています。で、1つはまあ標準的なオープンデータってこうで、可視化ってこうで、その関係はこうですというのをご理解いただくと、ああよく分かりましたと、じゃあ面白そうだしやってみようというのをぜひ皆さん持って帰ってほしいというのが1点。でもう1点目はですね、これ、まあ、私がこういうところに興味を持ってやり始めたことにもなるんですけど、逆説的な理解ですね。なんでオープンデータが必要なのみたいな話よくあると思いますけれども、それはまあ、難しいこともありますけれども、可視化をやってみると、あ、やっぱオープンデータじゃないとダメだよねっていうのが、概念的な話ではなくて、実際に手を動かしてデータを扱ってみて、それを具体的な方法として可視化をしてみると、あ、オープンデータで言われていることってこういうことなんだなっていうのがよく分かりました。よく分かったからこそ、これは京都府であれば京都府でこれしないといけないなっていうふうに思って今進めているといったことをシェアできればと思っています。で、まあ、その延長線上にですね、若干宣伝チックになりますけれども、私をはじめ12人の、13人かな、の方と一緒に最近こういう伝わるデータビジュアル術という本を出させていただきまして、その中で今日もちょっとツールとして使っていますタブローというソフトを、私担当させていただいて、やってますので、もし書店等でご覧いただく機会があればぜひご覧ください。これは一つの例ですけれども、他にもこの手の可視化とかですね、そういった本が最近すごく出てくるようになりました。これがやっぱりこの手の、まあ、手法とかですね、これで何をしようとしているかということに皆さんすごく注目が集まっていることの証左がありまして、私が始めた時はなかなかこの手のものが全然なくてですね、いろんな人に、まあ、今回一緒に本を書いて一緒に書いた人たちにも教えていただきながらやってきたわけですけれども、これから取り組む際にもですね、非常にまとまった形で、取り組めるんじゃないかなというふうに思います。なるほど。で、そうした時に、まあ、可視化って言ってもやってることを見ればですね、先ほどの表紙のクマみたいな話のようにやってることを見ればああなるほどってあるんですが、よく考えると結構いろんな要素が含まれていてですね、まずそれは一旦頭の中で整理する必要があると思うので、ちょっと難しい話からいきますけれども、同じ可視化あるいは最近では見える化とかですね言うと思いますけれども、それはいくつかの要素あるいはここで言ってどういった時に使うかということで整理すると、理解しやすいかと思います。で、よく言われているのがここで3つありまして、探索、分析、まあ、表現伝達と言われているもので、
はい、そこにそれぞれ探索であれば何かを発見したり整理するとかですね、分析であれば、まあ、これ多分データ分析のイメージに近いと思います。うん、でまた見える化とか可視化とかその何かをアウトプットするみたいな話であれば、それを表現伝達といったようなことを通じてみんなに共有しよう、うん、あるいはそれをもっと強く意味を込めればデータを可視化してそれをもとに意思決定しようというような人を何か動かしていくというような作用にも使われると思います。でそれを先ほどの本の中で私執筆する時のポイントとして置いたのは、まあ、ツールとしてはタブローという可視化のツールを使っていますけれども、うん、それが、3つ種類の要素で分かれている可視化を、タブローを使って、今回の場合は京都の観光客数をデータ使っていますけれども、うん、そこで何が分かるか、このデータを触っていくことで何が分かるかっていう探索の要素、それを分析して分かったことをより細かく見ていく、この場合は月別とかですね、京都全体ではなくて地域別に分かれて、それが月別にどういうふうに推移しているか、それがどういう違いがあるか、どういう特徴があるかということを分析するフェーズ、それで分かったことを最後、うん、この場合はタブローの場合はインターネット上でブラウザーで私がやったことを皆さんにも今日同じようなことができますので、それを皆さんが同じように触っていただけやすいように配列を考えるとか、まあ、色合いを考えるといったような表現伝達に関わるところを同じツールの中で一貫して行えるということをお示ししたつもりですので、実際の本の中身はですね、なんか手順みたいなことに見えるかもしれませんけれども、その手順を踏むこと自体に今申し上げた探索分析、まあ、表現伝達というような局面あるいは要素が自然に組み合わさっているというかですね、実は可視化の中で、皆さんが、意識するあるいはしないにかかわらず行うことであると思っています。ですので注意していただきたいのは、まあタブローなり何かのソフトを使うっていうので IT 特有なのかっていうとそうではないというのが一番重要です。なるほど。まあ、表現で伝達みたいなのがあるので何かを派手にしようとかですね、なんか目立たせようみたいなことではないということにも注意が必要です。それはよくある数字が一人歩きするみたいな話で、うん、データ嘘はつかないんですが、それを何かねじ曲げたりとかせざる使い方をしてしまいがちなので、それはソフトウェア全般言えるかもしれませんけども、うんうん、そこが、まあ、IT の方の話に着目していくとそっちに行きますけれども、そうではなくてですね、皆さんもああなるほどなと思う時のああなるほどっていうところに、うん、それは可視化であればそれでそれを見てどういうことなんだろうなっていうふうに思っていただくように、まあ、仕向けるというか、まあ、そういうふうに宙を引くような、まあ、認知的なというか、そういう相手はちょっとまた別の分野の、スキル的なものが必要とされます。具体的に言えば例えば色とかですね、グラフの選択形によって人がどういうふうにその、数字の意味を読み解くかみたいな、そういったここに書いてるおっとなるかのメタ理解と呼ばれている、うん、まあ、皆さんも感じていることでしょうし、それを多くの人が思っていることを素直に表現するために、まあ、使いやすいツールを使うっていうふうになっていると思うんですけれども、最初に必要な理解は IT ではなくて可視化に基づく、まあ、我々の認識なり認知能力を、どういうふうにうまくそのデータを理解することに使うかということが重要だと思います。で、それを使ってじゃあ見せていって、まあ、先ほど申し上げた共有しようとか何か意思決定をしようみたいな時によく出てくるアウトプットした後にじゃあどうするか、ここで書いてますように、まあ、やっぱ同じ情報を見てじゃあこれこの議題について話して何かを決めましょうみたいなことであれば、これはもはや IT とかではなくてですね、ファシリテーションと呼ばれるようなもの、あるいは場作りといったようなみんなで議論をして何かを決めようということのために使うものであったりとか、まあ、意思決定ということであればこの数字を見てこれがどうだったかっていうのを評価をして、じゃあ次どうしましょうであれば、行政の皆さんでもなかなか苦労することはそうですけれども、いわゆる PDCA の話の中にうまく組み込んで可視化を使うというふうな、何にとってこれが使われるべきか、そのためにどういうメタ理解が必要かということが何よりも重要であります。ですのでツールの習得というよりかはどちらかというと、同じデータで何ができるかというのをどれだけ考えられるかということが一番重要なポイントになると思います。
でそういったことがですね、端的に最近出てくるのは Code for Japan でもそうだと思いますし、これ多分皆さんご覧になった方いらっしゃると思いますが、平成最後の夏期講習、関さんもこれね、登場されてたと思いますけれども、こういうグラフィックレコーディング、あるいはファシリテーショングラフィックと言われるような、別にデジタル的なものじゃなくて、何かの議論なりを可視化するっていう、可視化です。ですので、これ YouTube から参考にさせてもらってますが、ファシリテーショングラフィックって何かって言ってるときに、ここに書いてる結び関係づけるとかですね、まさにファシリテーションと言われる要素を何で実現するか、その上にちょっとグラフ的なものがあったりとかですね、俯瞰するとか、どう把握して何をどう書くかみたいなことが要素としてありますけれども、たまたま IT のツールのソフトウェアを使うっていうものか、マジックを使うのか、その他のものを使うのかっていうのがツールの局面だけであって、それが必要とされる、本当に必要となる要素はそうではないということは、これはグラレコのやつですけども、ご理解いただけるんじゃないかなと思います。そうしたときにですね、じゃあオープンデータと可視化っていうのがどういうふうに結びつくといいのかっていうことを、今以上の可視化の要素で重要なポイントをもとにお話をしますと、これも先ほどの本の中にですね、少しコラム的に書いてることでありますが、全国の自治体、最近6月になって、内閣官房さんが、取り組み済みの数字アップデートをされて今30数%になっていると思いますけれども、その中で見てますと、京都府もその一つですけれども、そのオープンデータを出すだけではなくてですね、その内容をよく理解、よりよく知ってもらうために、それぞれの自治体でですね、自分たちが持っている情報を可視化をするような取り組みが、こちら並んでいるように札幌市さんとか横浜市さんとか奈良県生駒市さんのような団体さんでも行っているっていうのが見て取れます。これがまだ多分500いくつのうちの4とか5とか、10満たないぐらいの話ではありますが、それぞれやられているページをご覧いただくとですね、何を考えているかっていうのがやはりご覧いただけるかと思います。これは札幌市さんではたくさんありますし、横浜市さんでも、要は自治体で何に興味があってですね、何を知ってもらいたいか、それをこういうツールでよりよくもっと関心を持ってもらいたいという意味でされていると思います。横浜市さんなんかこれ見ると、いやすごいですね、1965年、1970年代以降、ものすごい勢いで人口が増える、これベッドタウンとしての町の成り立ちを表している端的なものでもあり、ただ若干これ中期すると、おそらくこれ積み上げグラフになってますけれども、の表現の方が、これはこれでいいとしてですね、この中でどういう変化が出てるかっていうのはまた別のグラフと組み合わせるとよりよく分かるんじゃないかとかですね、そういったことも同じように思ったりもしますけれども、生駒さんで何を示すかっていうことも分かると思います。そんな中で京都府は今20ぐらいそういう可視化のますので、またご覧いただければと思いますが、京都府の中で、思っている活用、これオープンデータの活用にもなると思いますけれども、一つは地域課題解決、アイデアソンとかですね、ハッカソンというものの時に、地域の情報を分かっていただくためにこうした可視化のものを作って皆さんにご覧いただくというような使い方、あるいはこの後少し出てくるかもしれませんが、大学の教育活動にも、例えばですね、京都府のオープンデータのポータルサイト、大学生、京都学大学の街と言われているぐらいで、非常に多くの学生さんのアクセスがあるのが分かってます。そうすると彼らにとって何に関心があるのかっていうことも、やはり実際に大学の、教育の場面でですね、取り組む必要があると思って、私の場合は京都大学の公共政策大学院で自ら授業をして一緒に取り組むというようなこともあります。で、あとは先ほどの生駒さんの話でちょっと申し上げたように、京都の、今を知るためのデータとして、人口の移動の状況とかですね、あと全国で今始まっていますが、犯罪の発生状況ですね、警察庁さんが昨年度のラウンドテーブル、オープンデータのラウンドテーブルの中で取り組みを開始された、各都道府県警ごとの犯罪発生状況のデータも可視化をしています。あとは統計と一緒に、統計のセクションと一緒に作った、産業の中、でも先ほどの祇園祭りの話でもないですけれども、京都に特徴的な産業の特性は何かというようなことも可視化をしてみたっていうのがありますし、先ほどの熊の話はですね、京都府が
特徴的にたくさん市町村と一緒に蓄積している GRC のデータを使っているものですけれども、はい、そういったものを活用例としてご紹介をしているわけです。で、そういうオープンデータの使い方と可視化を結びつける糸口は、私はもうこの法律ですね、皆さんもご覧になっている官民データ活用推進基本法の中の、まあ、11条がいわゆる国および地方公共団体はオープンデータしましょうねと言われている条項の中に書いていると思ってまして、その中のポイントはこの河川ヒット容易に利用できるという言葉です。で、容易に利用できるって実際何の意味ですかっていうのをいろいろ調べると、まあ、いわゆるオープンデータのことですと言ってるんですが、それは内容としてはいわゆる、まあ、オープンデータの定義の中にも入っている、まあ、二次利用可能なルールを適用しましょうということと、まあ、機械反応性のことです。で、そうなんだって言うとそこで終わってしまうんですが、私ここずっとモヤモヤしていてですね、もうちょっと調べると、まあ、時の法令という、これはまあ議員立法ということもあって、確か衆議院の法制局の担当さんが書いている、まあ、法令の解説資料みたいな中を読んでいくとですね、はい、容易に、まあ、条文上そう書いている部分でオープンデータの趣旨が現れていると推測されると、またちょっともやっとする言い方を書いていて、まあ、そうなんだろうけど、もうちょっとよく考えないといけないかなというふうに思ってます。それを言うために、まあ、よく法律の世界で言われますが、まあ、形式的な意味と実質的な意味をよく理解して、この場合は名当て人というのはこの条文で誰が何をしないといけないかって書かれていることですと、まあ、地方公共団体というわけなので、私であれば京都府ですけれども、地方公共団体が何を考えないといけないのか、まず形式的に考えると、今申し上げたような二次利用可能なルールを、まあ、この場合例えば CC バイトですね、 CC0 といったような二次利用可能なルールをそれぞれのデータにもの特性に基づいて適用しましょうという話と、まあ、それを機械判読可能なデータにしましょう、それは内閣官房さんの、まあ、資料によると、まあ、その意味はこういうことですということが書いてます。これは多分皆さん、各種研修とかですね、資料でも言われていることだと思うんですが、はい、よく考えるとですね、実質的な意味で考えると、これまあ先ほど申した法律は、まあ、自治体がやるべきことはこれですというふうに書いてます、うん、でももともと考えてみると、オープンデータと誰のためですかというと、はい、まあ、データを利用する側の話なんですね、うんうん、で書いてる条文の意味は自治体はこうせよなんですが、それを実質化すると、結局利用する側からそれをどう読み解くかという観点が必要だと私は思ってまして、そうするとオープンデータしてそのデータをどう使うんだろうかとかですね、それで何が分かるんだろうかっていうのが、まあ、データを利用する、まあ、モチベーションでもあり、使いたい人の考え、まあ、そこは自然だと思うんですけれども、そうであればデータから知りたいことが自分にとってすぐ分かるようなデータであってほしいとかですね、使いたいようにすぐ使えるようなもの、まあ、それが先ほどの機械判読性だったり、二次利用可能なルールっていう中でも書かれてることだと思いますけれども、もっと踏み込んで書くと、分かるとか使えるとかですね、それが具体的にどういった形でできるかっていうのが、この条文の中では言われてるんじゃないかなと思ってまして、そのための方法は可視化なんだろうというふうに思ったわけです。ですので、まとめると法律でオープンデータは義務付けされて、さあ 100% 向かって頑張りましょうという話ですけれども、じゃあ 100% すればいいかではなくて、もともと言われていることは容易に利用できるよう、まあ、措置をしてくださいということです。で、容易に利用できる、まあ、オープンデータしてくださいなんですけども、それは、まあ、この文字面だけじっと見ると容易に利用できるって結構あるし、そのままやってみんなできるかみたいな話っていうと、やっぱ現実面なかなか難しいです。だから少なくとも少しでも容易に利用できるように、そのオープンデータをなり公開するデータを取り扱うために何をしないといけないかをよく考える必要があると思ってまして、それは私の考えでは可視化ではないかというふうに思ってますし、先ほど申し上げた他の自治体さんでもそういう取り組みを始めているのは同じようなお考えではないのかなと思って、まあ、こういったことに注目しているわけです。で、したがって京都府のオープンデータの可視化っていうのは、これホームページにも書いているカタログサイトの中にも書いていることなんですが、要素としては
データ公開するだけではないですという点と、まあ、グラフや地図を用いて分かりやすく簡単に操作できることが、まあ、誰でも容易にできるサイトですというふうに考えていて、その中で要素としては視覚化によって情報を整理しましょう、あるいはここちょっとイラスト屋さんで表現してますが、データを各自が触るということですね。お父さんが触る、お母さんが触る、お子さんは触る。多分皆さん触ることによって着目するポイント違うと思いますし、まあ、それをまあこれ家族か3人でパソコン眺めて見ることで、まああだこうだっていうことが出てくると思うんですけれども、そういったことを実現するような環境に持っていくのが多分求められると思っています。でもう一つは京都府のオープンデータだけ出すっていうわけではなくて、ここはリーサスと掛け算してますけれども、やっぱオープンデータだけではなくて、まあ、オープンデータ同士のマッシュアップだったりとか、他のデータとの組み合わせを京都府でもやってそれを使っていますということを示するっていうのが、オープンデータの価値を表現することとして必要なことじゃないかなと思って、そういうのを試しているっていうのが京都府の現状であります、うん、でそういったことをですね、例えばっていうので、使ってみたのが先ほど、可視化のページの中で、まあ、アイデアソンの時とかに使いますよっていうお話したと思いますけれども、これ京都府の南部のですね、お茶畑が広がっている総楽東部でアイデアソンした時の、左側が可視化のものなんですけれども、まあ、右の方ですね、お茶の産地ですと。で皆さん多分お近くにスターバックスとかあるとですね、この抹茶は京都の抹茶を使ってるっていうことなんですけれども、とかですね、まあその右にちょっと茶畑の絵がありますけど、まあ、すごく特徴的な、すごく景色がいい、これ日本遺産、まあ、景観遺産として指定されてるわけですけれども、そうした素晴らしい景色だったりとか、まあ、そういったものを背景に、下にちょっと記事と挙げてますけれども、外国人にすごく人気ですと言ったような、日常何かしらの機会で見聞きしている情報が、まあ、参加者の中では、アイデアソンの参加する人にですね、もともと備わっているものです。なるほど。一方で、オープンデータの可視化をすると、やっぱそれが一定確認されるわけですね。茶畑きれいだなっていうのが、じゃあどれぐらい茶畑なんだろうみたいなのが、上の地図上に赤く塗りつぶしたところは茶畑の面積、領域を示しているものなんですが、町の全体のこんなにもあるんだっていうのが分かったりとかですね、あと下のグラフは他の自治体と比べているので左側のグラフだけですけれども、この20年ぐらいでですね、この色別で例えば1番茶とか2番茶とか、抹茶の原料は天茶と呼ばれているものなんですけれども、この緑色のところですけれども、20年ぐらいで十何倍に増えたみたいな生産量がですね、分かるように、まあ、これ一種の統計データを可視化するということだけですけれども、この数十年でこれだけ増えている、でここにはちょっと示してないんですが、茶畑の面積は実は増えてなくてですね、この赤い領域はほとんど変わってないけど、作ってるものが違う、景色だけども、その後のものが、要はスタバの原料になったりとか、キットカット の抹茶とかですね、今京都なんかコンビニとかお土産売り場行くとものすごい抹茶だらけになってるんですけれども、まあ、そういったものの中にどんどん出ていってるわけですけれども、原産地であるこういう地域ではその裏返しでどういったものを作ってるかがどんどん変わっているっていうのが数字でもよくわかります。でそうした時にですね、一番面白かったのが、参加者の中でもですね、地元の方ですね、はい、地元の方でももちろん皆さん普段 見てる風景の中で、でなんか誰それさんが天茶の工場を作ったとか、そういう情報はあるんだけども、マクロとしてこれ見せられると、あ、こんなに増えてたんだというのを、僕が、ああ、なるほどなと思ったのが一番特徴的で、やはり、まあ、オープンデータのではないですけど、オープンデータで出して、それを可視化をして、皆さんにお見せすると、ああ、なるほどなと、まあ、新しい発見、これ、両方の情報がここでつながる経験を皆さんされたわけですけれども、それによって左側のデータを、まあ、ここでより親しく感じるって書いてますけども、その意味がよりよく多分ご理解いただいているんじゃないかなというふうに思いますので、オープンデータ使い方よくわからないというのであれば、まずは、まあ、BI ツールといわれる、まあ、可視化のツールを使って表現してみるということが、意外に自分たちの業務データも何を表現しているかっていうのが案外理解
できてなかったりとかですね、伝えるべき人たちに伝わってないんじゃないかということは、こうした経験でも私はすごく感じていることです。ですが、ここまでが標準的な話ですが、逆説的に話すとですね、そこから先がちょっと残念だったんですね。というのは、そこまで分かるとですね、例えば行政の職員とかであれば、関係者であればですね、そんだけ増えてるのは何によってもたらされたか、もちろんより川下の消費者のニーズが高まって生産していると思うんですけど、それを加速するような取り組みを政策としてできたんでしょうかと。ここで店舎の増産はあったんですけども、それを支える支援策とかその成果ってどういうふうになったんだろうっていうのが問いとして出たときにですね、ここから先大変で、ホームページで調べるとまずそれにかかる予算が何だろうっていうのを、はいはい、次のページの片隅から見つけてですね、その事業をどれぐらいお金支出してるんだろうというのを関係統計、これたまたま PDF でテキスト抽出可能だったんですが、そもそものメニューですね、事業のメニュー、どういった補助ができるメニューはあるんだけど紙にスキャンになってたりとかですね、っていうバラバラの状態で点在してます。でかつこれたまたま私が行政の職員だからかもしれませんけれども、こういう資料がこれを知りたいために必要なものであるというふうに理解するのが結構難しいんだと思います。ここ、じゃあここをクリアしたとして、資料を集めて、じゃあそこから先ですね、それが本当に店舎増産のために、新しい機械が必要なんですけれども、そのに使われたどうかが分からない。で、マクロとして予算増えた減ったはもちろんあるんですけれども、それに関わっているかどうかのデータがない。あとはこれそもそもおかしいなと思うんですが、実施要領ですね、ここで FAQ の中で実施要領を基づいてやっていますって書いてるんですが、実施要領そのものがなくてですね気をつけないといけないのはそういったものに使ってるお金が実施要領上は実は違う項目だったかもしれないので、データの意味理解を丹念に考える上ではもしかしたら違うことで関連付けで可視化してるかもしれないので、そういったところは確かめられないわけです。で、あるいはこういったデータがあったとしてもですね、PDF とか紙スキャンとかみたいなものにまみれていて、転記用資料にも大量にあって、多分多くのこういったことをされている皆さん、オープンデータでやるんだけども、大量に転記しないといけない、そしてくじけるということがやっぱあるんじゃないかなというのはすごく、これ大学院の授業でも感じているところですけれども、京都大学の学生さんですね、それよりトレーニングをした学生さんが、課題にトライしようとしたときに、やはりここがすごく大変ですということを多くの学生さんがおっしゃってるんですけれども、これはやっぱり行政側もよく考えないと、ホームページ出しただけ、あれはオープンデータで出したっていうことで満足していてはダメなんじゃないかというふうに言っています。ということで、オープンデータの可視化を通じて、標準的な、あるいは逆説的なお話しましたけれども、重要なのは逆説的な話でして、今エピソード的に申し上げたような、可視化いろいろして、いろいろ皆さんの、心を動かしたというか、ああ、なるほどなとなった後の話でもやっとしたように、じゃあ、皆さんがこうやってオープンデータで用意するデータが、職員にとってもですね、そういったものになると分かっているのかどうかっていうことです。つまり普段の業務でどれぐらいそのデータを使ってるんだろうかとかですね、可視化をしていくと、なんかここがよく分からないとなった時に、そこから先進めるのか、そういった意味で使いこなしているのかっていうようなことが分かります。ただこれはある意味チャンスであって、それがうまくできるんであれば、行政職員にとってもですね、そうしたオープンデータはすごく役に立つはずです。いや、そういったもう分析とか可視化いらないよっていうことであれば、そんな業務やめてしまえって思うのが私なんですけども、それよりよく分かるものであれば、それを使ってもっと新しい政策を考えようとですね、そうするのが公務員だと思うんですけれども、そうした時に今整理した可視化に情報の整理であれば、もともと業務データは整理できているんだろうかということを考えるきっかけですし、データを各自が触るっていうのが可視化の効果であれば、これは自分だけで持つんじゃなくて、関係する人たちで使えるような状態になっているかどうかを考えるべきですし、今それ他のデータと組み合わせないと、よくこれが正しいかどうかわからないというようなものがほとんどだと思うので、それを連携させてようということは、最初から意識すべきことだと思います。
以上のように、まあ、冒頭の話として申し上げたかったことは以上でありまして、結局標準的な理解で可視化をご理解いただいた方にとっては、どんどんやってみていただきたいと思います。はい、でそれはもう本当に実践あるのみですね。まず2時間と書きましたが、それで使うツールを、タブローであれば本当にオンラインのビデオですごく分かりやすいトレーニングメニューがありますので、それをまずしっかり取り組んでみる。全然焦る必要はなくてですね、後でもそういった機会があればお見せしますけども、学生が最初取り組むとですね、最初からなかなかできません。ただ、ちょうど今日、学生 の, レポートの締め切り日で、さっき関さんとちょっとチラ見してたんですが、やはり一定期間やっていくと、結構なものが作れるようになりますので、これは実践あるんだと思います。で、もう一方で、逆説的なお話で、ちょっと若干ディスりつつ言いましたけれども、結局、可視化っていうことがこれだけ簡単にできるようになった今において、オープンデータ何しようかなっていうのが、最初は分かりにくかったかもしれませんが、そういった後ろの工程のものがですね、はい、いろんなツールといろんな方法論が出てきた結果、うん、なんでオープンデータして何ができるんだろうということがよく分かるようになりました。うん、でここで言う言い方は何がダメなのか、こういうデータをふうに揃えておかないといけない、じゃないとうまく可視化できませんよという意味で、初めてオープンデータのモヤモヤしたところですね、具体的な可視化がうまくできないということが、データの中身によるものであれば、あるいはそういうデータがないということであれば、オープンデータで取り組むべきことはそういったことであるというふうに端的に申し上げられますし、それは先ほど条文の説明で申し上げたような容易に利用できるということを具体化するためにも、もともと法律上義務付けられているというふうに言い切っても私はいいんじゃないかなと思ってまして、こうした団体さんがどんどん増えてくることをすごく期待して、まずは2時間やってみましょうというふうに思います。冒頭の話は以上にします。はい、ありがとうございます。パチパチ、はい、大変わかりやすくまとめていただいてありがとうございます。というわけで、QA コーナーに入っていきたいと思うんですけども、私からもいくつか質問がしていきたいんですけども、早速チャットの方で質問を入れてくださっているので、そちらから入っていきたいというふうに思います。こちら、県政出前講座とか市政出張授業など市民向けにありますが、そういうところでオープンデータは活用されてますでしょうかという質問が入っていますね。残念ながらされてないですね。おっしゃる通り、それすごくいいことだなと思いました。一方で多分こういう出前講座的なもので、リクエストを受けていくときにいろいろ資料は用意すると思うんですよね。冊子、もともと何かの事業の、冊子を持っていればそれを多分お渡しするでしょうし、その時の、参加される方の属性に応じて、カスタマイズした資料を多分用意していると思います。データの活用という観点で言うと、その時にですね、おっしゃる通り、多分そういうことをおっしゃっていきたいんだと思うんですけども、その時使ってるデータも、そのままお渡しする、お渡しするというのは、自分たちが用意するデータとしてはこういう表現ですけれども、いろいろ触るんであったら、ここに置いときますよという意味で、オープンデータにしとくっていうのは、すごく意味があるだと思いますが、一方でですね、やっぱり、行政の職員、真面目なので、しっかりした資料を作って、お渡ししないといけないと思ってしまうのが、もったいないんですよね。それはちょっと、いいことを伺ったので、はい、どんどん使ってもらえるように、私も考えたいと思います。確かに資料を用意してるわけですね。作ってるわけですから。コメント、追加のコメントでもありますね。出前講座で話をしていることは、ほとんどオープンにできるものなので、オープンデータ化できますね。そうですね。説明のために作ってるわけですね。そうですね。確かに、その時の感触も合わせてみれば、そのデータを、グラフ化するのが可視化と簡単に言ってしまえば、その時使った資料の反響を見て、これはやっぱり他の人にも知ってもらいたいみたいなことであれば、それをオープンデータにしてまとめていくと、それを見に行くとですね、やっぱわざわざ出前講座要請しなくてもそこで見れるみたいなことであれば、それはまず最初の一歩だと思いますけれども、いいことですよね。
はい、ありがとうございます。皆さん他にも質問ありましたらぜひ入れていただければと思います。はい、そうですね、コメントで資料作成ついでにオープンデータがかなきっかけにできますよねということでした。で、私から、まあ、そもそもオープンデータのところにちょっとあの話を戻したいんですけれども、なんかそのもともとオープンデータってこういうふうにこう理解を助けるとか、まあ、そういったその透明性向上とかそういう意義がかなりあったはずなんですけど、どうもなんか日本でのオープンデータの推進の中ではなんか新規サービスを作るとかですね、うん、なんかビジネスに使われるとかそういった方向ばっかりで、そのまさに誰がどう使うんだっけみたいなところがすごいふわっとしたまま今まで来ちゃったなというふうに思っています。で、結構今のお話聞いてると本当にこうあの職員が使うとか、その学生がその理解するために使うとか、なんかそういう、まあ、別に新規サービスじゃなくてもどこの自治体でも活用できるようなあの利用用途を説明されているのがすごく印象的だったんですけども、あのその辺についてはやっぱあのまずはそういう視覚可視化っていうところにフォーカスしているのはそういう理由もあるんでしょうか。あ、おっしゃる通りですね。あのもちろん、可視化の技術そのものはすごく汎用的なので、うん、この先ほど申し上げたいろんなツールが便利になっているっていうのは、うん、あの別にオープンデータなくていわゆるビッグデータと言われるものを手早くきちんと、うん、あのまあ取り扱うためにソフトウェアが改良されて、あのあたかも大量のデータを使っていないようにちょっと同じように使えるっていうふうに進化していると思います。したがってあのオープンデータでできることは、したがってあのビッグデータでも同じように可視化をする、それがあるからオープンデータのような手前 の, あのボリュームだったりとか、更新頻度のようなデータでも同じ手法を使えば今まで分かっあの見えにくかったこともしっかり表現ができるようになるっていう関係にあると思います。ですので可視化をベースに考えるっていうのはあのオープンデータとビッグデータ、ビッグデータの方がバズってるよねみたいな話が多分、うん、あのオープンデータのワーキンググループの中でもやり取りあったような記憶がありますけれども、はいはい、あのそこは連続的に考えれるところが多いように私は思ってます。であとはあの行政職員がとかですね、うん、アプリにどう使うかみたいな話ではない意味で、うん、オープンデータをっていうのはあの多分ですね、あのオープンデータ今 2.0 時代になっているとしても多分 1.0 時代の話が十分、多分総括といったらちょっと言葉が強いですけれども、うん、あのこれによって何ができたかっていうのがあんまり、ふんわりしたままですね、はい、2.0 の話が来たように思います、うん、だから、自治体まだ31.1% ぐらいであれば、うん、まだあの最初のステージは終わったと思いますけれども、これから取り組む自治体さんが多いときにですね、いきなり 2.0 の、あの内容をどう装備するかって結構しんどいことだと思ってます、うん、のみならずであればこそあの 1.0 で言われているのは透明性の向上といったようなことがおろそかになるんじゃないかっていうのが非常にあの懸念されるところで、あのさっき関さんちょっとおっしゃったようにいろんなあの資料を一生懸命たくさん作るみたいなことで、かえって見えにくくなるような行政のデータとか、政策の効果みたいなところをあの皆さんに共有するために多分情報公開だったりとかこういうオープンデータっていうのがあると思うんですけれども、そこがちょっとあの複雑になりすぎてるような気がするので、はい、まずは自分が持っている業務として持っているデータをよく使おうっていうふうに私は思ってますし、その話が最近あの自治体の中では話題になって、例えば RPA とかですね、はいはい、AI みたいな話と実は連続的な話だとすごく思うんですけれども、はい、そこがなんか切れてしまってるっていうのがそういったところに原因があるんじゃないかなと思うので、まあ、可視化という観点で見るとそれは全部等しく平等なので、うん、それでニュートラルに考える必要があるかなというふうに思います。おっしゃる通りですね。本当に RPA とか AI とかが完全に別物として捉えられている感じはしていて、結局そのデータに基づいた仕事をしましょうとかいう話なはずなんですけど、そこはまあオープンデータも本当に地続きの世界なはずなんですけど、うん、
なかなかこうそこをちゃんとつなげて考えられている自治体っていうのはまだまだそんな多くないのかなという感じがしますね、うん、そもそも担当部署も違ってたりしますからね。そう、まあ、そこが大きい理由かもしれませんね、うんうん、そういう意味ではですね、その職員に対して、まあ、自治体の職員自身がそのこういう可視化をすることで、いわゆるこうまさにこうどういうふうにデータを使えるのかとか、まあ、どんな形式でデータを出した方がいいのかみたいなってより分かっていくわけじゃないですか、うん、そういう意味でその職員向けにこのような技法とかを伝えていくみたいな取り組みっていうのは今進んでいるんでしょうか。ですね、なかなか進んでいないっていうのが現状なので、ちょっと違う態度からお話ししますと、それが私なりの実践は京大の授業です、うん、で何やってるかっていうとですね、今年度はまあ、授業なので包括的にですね、まあ、行政のデジタル化全般の話をそのメタ理解含めて、なんでそんなことが言われるようになったのかみたいな話も含めてお話ししながらですね、2つ目に書いてるような、まあ、課題、ここもやっぱ注意しないといけないんだけど、テクノロジーの話をすると、それってすげえみたいな話になるんですが、いやいや、それを何に使うんですかっていう話。で、地方行政であれば、地方行政が抱えてる課題を、しっかり理解して、その課題とテクノロジーの、ここいい関係で、これは、生駒市の森さんからパクって、使ってますけれども、そこの関係をちゃんと考えよう、はい、それが公共政策大学院で学習することだっていうふうに想定した上で、ただそのいい関係をですね、頭で考えるんじゃなくて、自分の手で動かして、はい、でかつ自分の手で動かせるようになったことそのもの、ここで書いてる、まあ、テクノロジー認識化って、まあ、よく言われますけれども、そうしたことによって何ができるようになったのか、あるいはそれで公務員、あるいは働き手として、うん、どういうマインドセットで、今後働いていかないといけないのかということを、まあ、少しなりでも感じてもらうような授業に取り組んでいます。この時にですね、3点目が重要で、まあ、課題、私が持っている課題って、まあ、実際に担当しているわけではないので、うん、やっぱり薄っぺらい話になるので、実際に自治体の職員さんに公式に参加していただくようにしています。総務省さん、近畿総合通信局さんに、協力いただいてアナウンスいただいてですね、参加授業参加できますよというふうに言っていただいてですね、今年度10自治体の方、まあ、関西中心ですけれども、来ていただいて一緒に授業を取り組んでいただくと、まあ、私からも職員さんにですね、例えば〇〇県さんではどうですかっていうような話をすると、自分のところではこうだというような、一つの課題でも他の団体ではどういうふうに受け止めているかっていうふうに立体的に理解いただくのと、やっぱりそういう場でですね、職員さんも自分の言葉で話すということがやっぱりその課題を考える上でもすごく重要だと思うので、まあ、授業という形ですけれども、それを取り組んでやっていただいています。まあ、週1回なので14コマということで、こういった授業で取り組みましたけれども、この中で7回、まあ、都合5回目から9回目ですね、データ、まあ、利活オープンデータをはじめとするデータ利活用の観点で、授業、まあ、実際に手を動かすような授業をやってまして、その中でも7、8、9が、まあ、データ可視化を糸口に、まあ、データの生成とか活用とか運用、先ほど関さんおっしゃったようなデータ取り扱うこと、これはまあデータラングリングという言い方をしましたけれども、はい、データを飼いならすことがこうしたために必要なことですけれども、それが具体的に何なのかということを、まず可視化の局面から、さっきのモヤモヤしたことですね、なんでこれができないんだろうみたいな話を、はい、学生さんと職員さんに体験していただくことで自分のものにしていただきたいというふうな授業をしました。で、その中でですね、やってたのは、これは職員、行政職員も必要なことだと思うんですけれども、はい、まずですね、オープンデータを自分で作ってみるっていうのが重要です。それは実際に Excel なりに打ち込むっていうことからやってもらいます。よくあるのはどっかからダウンロードしてそれどうじゃなくて、じゃあ自分で打ち込みましょう、はい、職場であれば前からずっと引き継いでるようなものをそのまま新しいものだけ付け足すとかですね、そういうことが多いと思うんですが、一から作るっていうのが重要です。
でそれを、まあ、うちの工程が必要だと思うのでステップ2では実際に京都府のカタログサイトのテストサイトにアップロードしていただくと、うん、あのメタデータ書かないといけないのでどういったデータであればその中身が理解いただけるかということをアップロードした後みんなでこれ見て何書いてんだろうということをやりますのでメタデータを自分で作ってみるということこれも作ることを通じて理解いただくでそこから先そのアップロードしたデータをダウンロードしてじゃあ可視化してみましょうでツールの中流し込むと何ができるできないということが分かるわけですでその後重要なのが、結構職員さんそれ担当してるとですねそれしかそれをあの評価するあるいはフィードバックいただくような関係でなかなか職場ではないのが多いと思いますが授業の中では提出物を実際に見てですねいやこれこっちの手法の方がいいよとかですね、うん、こういうくくり方の方がいいんじゃないよないかというような、まあ、クリニック方式でこう直してみたらっていうようなことを授業でやるわけです、まあ、こういったあのサイクルを経ないと、うんはい中途半端にですね、ツールの使い方を教えますとやっても、多分身につかない。その時は盛り上がるかもしれないけれども、うん、その後仕事として使うようなとこまで、まあ、さっきの2時間という話ありましたが、多分使うようになるまでその10倍はかかると思います。その10倍の、はい、あの時間を自分で作ってやっていくっていうような、あのモチベーションなり、インセンティブが働かないんじゃないかなと、うんうん、たまたまこれ授業なので単位が関係するので、はいはいやろうねみたいな話が通じますけれども、うんうんうん、あのやっぱこういったところを生み出すために例えば今の働き方改革なりも、うんそれで生み出した時間にをこういったことに充てるとかですね、うん、そういった目標がしっかりあればあの今のようなそのデータをどう使うかということが多分皆さん一人一人にしっかり染み入るんじゃないかなというふうに思います、うん、そうですねあの非常によくわかりますあの実際に参加された学生とかあと自治体職員とかからはなんかどんな声が上がってますかねあのですねあのそれが本当3年やっててですね、はい、結構難しいっておっしゃる方が多くてあのそれはすごくいいことだなと思います、はい、あの別に鬼教官を目指してるわけではないんですけれども、うん、あのある意味、現状のままでダメだなっていうことを、はい、多分難しいという言い方でおっしゃっていただいたんだというふうに私は受け止めてますので、うんうんうん、あのまあ、もちろんですね、週1回の授業の必要な準備時間みたいなのがある中で、これだけするのはしんどいですということももちろんありますけれども、うんはいはい、こうしたことが本当に必要だということをあのご理解いただいてるなというふうにあの感じますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。あの、まあ、Code for Japan としてもあのデータアカデミーとか、いろいろ、まあ、職員向けのデータ活用をいろいろやっていく中で、すごい感じているのは、やっぱそもそもこう、データによる評価とか振り返りみたいなこと自体がすごくその意識づけが重要なんじゃないかと思っていて例えば総合計画立てるにしろあんまりこう数字的な裏付けはそもそもない状態であの総合計画が書かれていてそこから自分たちの業務に落としてくるところでやっぱどうしても前例主義みたいになってあのこれまでやってきたことのをどう増減するかみたいなあの手元の話になってしまってなんかこうそもそもこれってどうなったらいいんだっけみたいなことをちゃんとデータで考えるみたいなそこがそこのまあそのレビューみたいなプロセスがあるともうちょっとデータを使ってじゃあ評価しようってなってくるんじゃないかなと思うんですけどその点について何かお考えとかありますか？うん、あのなかなか難しいご質問で、あのこうしたことを、まあ、今回の授業もそうですしこのプレゼンテーションを作ってる時にちょっと思い出したんですけど先ほどちょっと私自己紹介で申し上げて最初の仕事がですね民間企業で投資家向けの広報をやってましたって申し上げましたで実際何やってたかっていうと業界のデータを集めてですね、自社のポジションを確認するとかですね投資家の人が評価するポイントを自社の中の数字に置き換えて表現するとかですねあるいは社内で議論されていることを、まあ、全て出せるわけではないですけれども、うん投資家の人と議論できる水準で、はいはいはいちゃんとデータをお渡しするというようなことをやってましたでそのためにあの、まあ、当時は Excel とかですね、別の
業界専用のソフトみたいなのも使いながらですね、あのいろいろいわゆるまあ可視化をしてたんだなと改めて思いましたけれども、はい、あのそれが何でしょう、あのわざわざ切り分ける必要がないわけです。あの仕事をする上でそれは当然のことだという理解で、はい、あの大学時代からそんなことしてたわけなくて、会社に入ってからそういうふうに自然とやってたわけですけれども、多分そういったのはあのスキル的なものではなくて、きっとあの文化的なもののような気がします。それは今までであればそういうその数値的なデータではない部分でしっかり論理構成をされて説明ができるっていうことだったと思うんですけれども、うんうん、今これも逆説的な説明になりますけれども、今あるものだけでは説明できないよね、だから PDCA でちゃんと評価できないよね、うん、で結構済ます場合があると思うんですが、はい、それはあの違うでしょうっていうことだと思います、うん、あの確かに、公共政策大学院でも、オープンデータを使ってですね、いろいろあの計量分析をしていただいたこともあります。あの私も実際あの計量分析したことあるんですが、やっぱちょっと一定のところで止まってですね、あの持ってるデータだけだと仮説検証できないよねっていうのが、あのはっきり分かってる面もある、あのはっきり分かるもありますが、すべてやっぱできないっていうところで止まってしまってるのが現状です。それをもってあの行政のいろんな現象はそういったものでは測りきれないんだってんじゃなくて、多分このオンラインアカデミーでも EBPM の会あったと思いますが、うん、そこは諦めちゃダメだよね、そうですね、っていうのがあの、うん、もったいないというかですね、ちょっともやっとするなっていうのはありますね、はいはい、なんかすごく素晴らしい授業だなと思っていて、まあ、他にも大学にもいろんなそのデータサイエンス系の学部とかあるじゃないですか。そういったところがもっとこうその行政のデータ使って分析してみようとか、あの自治体の職員と一緒に学ぼうみたいな、そういうのがどんどん出てきたら素晴らしいなというふうに聞いてました。他の大学でこういう事例ってあるんですかね。多分行政の人があの これだけコミットするのは多分ないと思いますね。あの私の場合は兼職という形で実現できたんですが、はい、結局やっぱ週1回これだけする、あの週1回の授業でも初年度めっちゃ準備しましたし、はいはい、毎年やっぱり反応を変えるためにもちょっと教材を変えたりするのにあのやっぱすごく負担かかります、はい、ただそれはあの今申し上げたようなことはあのご説明したようなことはまさに今業務としてやってることなので、うん、必要なことだっていう中で、まあ、折り合いをつけてるわけですし、はい、まあ、私の場合はそれでなんか本を書くようになったとかですね、はいはい、あの授業も他の大学でも授業をスポットでやったりもするんですけれども、やっぱそれによって私自身というか私が担ってる仕事のレベルアップにもなるので、なるほど、そこのサイクルをどう他の別にこのオープンデータの話に限らずですね作っていくかっていうのは、多分自治体の職員が先ほどの私で言うとこのマインドセットの話として捉えないといけないかなというふうにすごく思いますね。そうですね、まあ、なんか京都府の方もすごく理解ありますね。こんなこういうこれだけ時間使って やるのを許すっていうのは、まあ、結局なんでしょうね、はい、あの前例が、まあ、前例がいくつかあったみたいですけれども、はい、なんでそんなに、まあ、時々いないのかみたいな話はありますけれども、はい、あのやっぱり大学から求められてやってるっていうことがあの一定、まあ、評価いただいてるというかですね、はい、それはあの、まあ 本業なのであれなんですけど、はい、普段の仕事の中にも生きているっていうふうに見ていただいてると思ってますし、そのプレッシャーすごく感じますよね、はい、なるほどね、素晴らしい、ありがとうございます、コメント入ってますね、行政職員だけではなく市民自身がオープンデータセットから可視化分析できるようにすることにも大きな意義があると思います。行政は事務所の責任が問われると思うとつい お手盛りや忖度 しちゃいかねないかもということで、うん、まあそうですよね、うん、まあ、市民自身がね、やっぱいろいろ分析ができるようになってくるいいですよね。そういう意味では、ちょっと、うん、あのもう時間がこれであれなので、大丈夫です、はい、若干あのお伝えしたかったこととしてご用意、はい、するのはあの、私注目しているのは、うん、あの
データジャーナリズムです。あの要はマスコミの報道で、はいはい、これ見せるとちょっと難しいんで、例えばこれですね、NHK さんのこういうサイトがあるとかですね、日経さんとか、あと東洋経済さん、あと最近、あのこれ選挙関係であるあの NPO 法人の学生さんが中心になって、見える化さんのジャパンチョイスというもののように、あのやっぱウェブの、ウェブこれだけ浸透して、データも揃ってきて、ウェブでこう表現する、まあ、ツールが揃ってきた結果ですね、もともとそういったことに取り組んでた人たちが、こういう情報を作るようになってます。で、私これ見たときにですね、行政がこれしないとダメじゃんって思ったんですね。なるほど、なるほど。です。で、まあこれがやってることは市民がやってることかっていうと、遠いかもしれませんけれども、こういった世界はやっぱ急速にこれはもともとアメリカとかから始まってるって思ってますが、日本でもそういったことに関心を持って取り組もうという動きと、その、結果をですね、我々一読者としても見る機会が増えてきていると思いますので、これ見ると行政もちゃんと頑張らんとあかんなってすごく、これ見るたびに京都の場合のデータでどんだけあるんだろうって思って、はい、私いつもドキドキしています、そうですね、本当にデータジャーナリズムは本当にいろいろ広がってきてますし、そこにいろんな行政からのデータが使われるようになっていくといいですね。ありがとうございます。というわけでまだまだいろいろお話ししたいところなんですけれども、時間になってしまいました。というところで、本当に素晴らしい取り組みで、この取り組みどんどんオープンになって、まあ、本も出されたことですしですね、皆さんもぜひ京都ではこういうことやってるよっていうのを広げていただいて、まあ、他の地域でもこういったのが当たり前になっていくような、感じになっていくと嬉しいなというふうに思っています。データアカデミー、Code for Japanのデータアカデミーでもどんどん連携をしてですね、広げていきたいなというふうに思っております。というところで、以上で終わりにしたいんですけれども、最後にですね、この配信をやってみて、の感想を、東さんにいただいて終わりにしたいと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。はい、今日はありがとうございました。関さんおっしゃっていただいた通り、こういう場でお話しすることで、多分受け止め方はそれぞれだと思うんですが、京都でたまたまやってることだと私思っていて、それはたまたまこういう巡り合わせで私が担当しているっていうふうに思います。例で挙げたような札幌とかですね、横浜とか生駒市のように、他の団体さんで取り組まれていることも励みになりますし、彼らにとって何かしらの影響、まあ、いい影響ですね、まあ、反面教師でもいいと思っています。これでできているととても思っているつもりはなくて、こうした場で今日もいろいろいいアイデアいただきましたけども、そういうお互いシェアしてより良いものをしていくということを、私も微力ながら引き続き何かご協力できればなと改めて思いましたし、また来年度以降どうなるかあれですけれども、また皆さんぜひ来てみてください。ありがとうございました。そういえば Code for Japan サミットなんかあるんでしたっけ。そうなんですね、はい、行政職員はサービスデザインの夢を見るかということで、まあ、私はこういうオープンデータの取り組みを通じて感じたこととかも含めて、ちょっとこれ多分逆説的な説明がアプローチのように見えますけれども、そうではないことも含めて、私だけじゃなくて他の方々と、パネルディスカッション風にできたらなと思ってますので、ぜひそこでもお会いしましょう。いいですね。ぜひ東さんにもっと話を聞きたい人はですね、 Code for Japan サミット9月28、29日にありますので、お越しいただければというふうに思います。はい、それでは皆さん、長い間お付き合いいただきありがとうございました。以上で配信終わりたいと思います。なんか結構もう10名以上参加してくださってましたね。終わってみれば。はい、いろいろご意見等ですね、ございましたら、Code for Japan、HackMD の方にも書かれてますけれども、スラックチャンネルとかがありますので、そちらで感想等を入れていただけたりすると、嬉しいなと思います。続きの議論なんかもできればしたら面白いかななんていうふうに思っております。というわけで、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。以上で配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
ちなみに次回はですね、あの北海道森町の山形さんがですね、なんだっけ、タイトルを忘れちゃったな。すいません、タイトルを今すぐに出てきませんが、森町という、まあ、割と小さなあのエリアでもいろいろと活用、IT 活用するといろいろできるよという話をいただける予定ですので、ぜひ再来週のこの時間もお付き合いいただければと思います。では以上で終わります。どうもありがとうございました。さよなら。失礼します。